Mesh to be. Season 3. This program is brought to you by Babbo and Green. Konkai no mesh to be wa. Gachi de mata tabathai. Anywhere kaiwai nine des. Let's get it started. 1. Megumi no Nishi 2. Tomoe Bagel.2016年オープンのベーグル店。なんか洗練されてるお店ね。素敵。店内ではマダムたちが賑やかにアフタヌーンティーを楽しんでらっしゃる。ベーグルはどれも挟むまたはナスル向きで美味しい感じ。単体で機能するのはうんこチョコレモンかな。なんてことを平気な顔して言うの。まったく。近所にこういうプロショップがあるのは嬉しいですね。生活にハッピー感が出てくる。ハッピーターン？ハッピー感？ハピネスってことさ。ハピネス。ハッピータンもうまいけどね。ああ、そういうこと。近所にこういう専門店があるのはいいっすね。これは、はい、ベーグルでーすって感じじゃないでしょ。まあ、確かにね。ベーグルが日本で食べられるようになったのは1980年代後半。ライフ・フォックスというアメリカのジャーナリストが、フォックスベーグルというお店を東京にオープンしたのがきっかけ。バターや牛乳、卵を使わないので一般的な製法のパンと比べるとカロリーや脂肪分は低く、タンパク質は多いのが特徴。噛み応えもあってヘルシーってことで人気が出たんだそう。あ、なるほどね、そういうことなんだ。うん、ベーグルはもともと東欧系ユダヤ人の宗教上の食べ物なんですって。アメリカドラマでよく見かけるよね、スタンドでベーグル買うシーン。はいはい、スーツでハービーがベーグル買ってるところに自転車でマイクが現るみたいな。レイチェル王子と結婚したよね。ねえ、ドラマチック。やっぱ詐欺師じゃ王子に勝てないよね。ん？ドラマと現実ごっちゃになってない？おじさんもベーグル食べてハービーみたいになろうかな。無理無理、世代的にはハービーハンコックでしょ。キュッ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 。2. Honcho 16 Ramen Nobori Zaka。 どんな上り坂にあるのかと思いきや、なんと平坦でした。こちらは濃厚クリーミーなラーメンがいただけるということでやってまいりました。だとしたら不思議な店名ね。店主さんの名字なの？まあありえなくはないかもね、上り坂さん。ちょっと変わってるね。いやいや、東京には1110人もいるんだぜ。群馬や新潟に多い名字なんだとさ。そうなの？でもなんか理数系の顔してたよ。でもって関係ないっしょ。そもそも理数系ってどんな顔？ああ、調べたら以前上り坂のとこにあったんだ。なんと山手から移転してきたようなんです。だな。すごいわ、あそこにあったラーメン屋さんだ。あそこ？三角山のふもとにあるからそりゃ上り坂だわさ。ああの北一条通りの？そうそう。なるほどね。濃厚魚介に岩のり、玉ねぎ、柚子、これは。あら、それってだのさ。猫たちの視線は気になるが、なんとも新潟っぽい煮干しラーメンでしたね。背脂ちゃっちゃ系ではないんだけれども、代わりに特濃のコーンポタージュのようなスープ、濃いけど味は優しい。うまい、おちゃん大好きなやつっす。あら、よかったわね。逆に山手だったらよかったのにね。ああ、山手なら常連決定っすわ。丸山製麺史上一番うまいと思いましたね、この麺。低加水ストレートで濃厚魚介によく合うっすわ。よだれ垂れてるよ。思い出しよだれが半端ねえっす。おじさんの好きを全部系ラーメン、ごちそうさまでした。他の味も食べてみたいね。 3. Kagane Kita 4 Tezukuri Onigiri to Crepe Kokoro。文京大学のおにぎり屋さん。文京大学のおにぎり屋ではないんだ。大学ではおにぎりやってないんです、すいません。申し訳ございません。向かいで おにぎり屋さんありますから。巻き込まれ事故っちまった。はい、文京大学そばのおにぎり屋さん。おにぎりといえば、うちのマミーのおにぎり最高だったな。塩加減が絶妙なの。あれ、粗塩だからかな。粗塩おにぎりね、斬新だね。そう？ここのご飯も美味しいわ。ふわっと握ってくれてるのがいい。魚沼のさ、
行列の握り屋さんに負けてないよね。ああ、むしろ海苔のパリッと感とかこっちの方がすごくない？具も丁寧に入れてありますよ。美味しいおむすびですね。グレードの高い海苔使ってはる。そして塩むすびが美味しい。ああ、塩むすびが美味しいのはお米のコンディションがいいからだよね。あら、そんなに混んでなかったよね。は4. Thompson Information New York Shin Chitose Airport Shin Chitose Kuko Onsen 全然縁庭じゃないんですけど初めて利用しました。ずるい、私が里帰りしている間に。へへへへじゃない、だって結構お高めよね。確かああ、1500円さ。高っ。でも朝風呂は安いんだよ。それでも800円だけどね、5時から8時まで。の朝風呂大好物なんですが、北海道あんまり朝風呂やってないよね。うん、確かに東北は5時ぐらいから結構やってるもんね。ここは5時から朝風呂やってるのが嬉しいんだけども、ただ朝風呂はサウナなしなんだよね。これサウナにはきついな。サウナ、それきついわ。サウナなしだと1時間くらいで出ちゃうわね。だのさ、思ったよりこじんまりのお風呂でしたね。驚いたのは浴場にトイレがあった。これは多分人生初かな。え、と言いますと？かなり方々で風呂入ってますけど、風呂にトイレの扉があるってなくない？風呂って脱衣所じゃなくて内湯側にトイレの扉があるってこと？そう。下痢気味の方はご遠慮くださいの注意書きのあった秋田ユッブル同様初めての経験したわ。ユッブル、ウケる。 5. Hakuyocho 3 Kokoro Bakery Smile 住宅街のパン屋さん、一番人気の塩パンが食べてみたくってやってまいりました。見た目がすごい説得力っすね。このパン引き込まれます。なんか独特の雰囲気のパンよね。これ面白い。中が空洞になっててバターを芯にして焼いてんのかしらね。そうじゃないかな。空洞になってんだけどパンの中にバターが溶け込んでるんだよね。不思議。ラスク美味しいね。ベストラスクインマイライフですわ、これ。The best rusk in my life. 常備したいラスカーにはたまらないラスクですね。そうそう、最低限の砂糖がまぶしてあるって感じの大人ラスク。ほんのり焦げた感じの苦味がビターでビタッと好みにマッチング。このラスクは家に常備したい一品ですね。最強っす。塩パンも非凡なパンね。ここでしか食べられないね、こりゃ。そしてシェフの顔が優しいの。パンが好きなんですって顔に書いてあったわ。なんかシナモンロールがうめって言ってる人がいっぱい書き込みあってて、くー、大概買うのに今回買わなかったもんね。品切れだったんかな。そうなの？なかったと思う。だってあったら絶対買うでしょ。そうだね、次回あっちに行ったら絶対買おうんだ。 6. Makiba 262 Merino Restaurant 環境もん。環境問題や健全な食をモチーフにした家族みんなで楽しめるテーマパークとして2006年に開園した自然派レストラン。特に道内外から押し寄せるガーデナーたちにとって今や必須のスポットとしてよく知られている場所なんだそうよ。何やらすんげー広くてびっくりした。初めて来たけど結構みんな半来てはるね。アルパカやら羊もいるし子供連れで行きたい施設だね。うん、なんか絵本に出てきそうな外観のレストラン。90分一本勝負のバイキングスタイル。サラダからパスタ、カレー、デザートまで揃ってる。みんなでワイワイ楽しいね、ここなのに。私はお一人様さ、超寂しかったんですけど。ごめんなさいね、スケジュール的にどうしてもセパレートせざるを得なかったんよ。グリーンを下ろしておじさんはラーメンへ急ぎ、ラーメンを食べ終わったらまた迎えに来るっていう普通の夫婦やカップルではありえない行動パターンのミスタービース。絶対いないこんな夫婦。ラーメン食べて戻ってきたらちょうどグリーンも食べ終えてて、めでたしめでたし。全然めでたくないんですけど。でも楽しかったな。ローストポークを目の前で焼いてくれるからさ、こういうのってなんかホテルの朝食バイキングみたいでテンション上がるよね。でもなんであれ取りすぎちゃうんだろう。わかる、絶対取りすぎちゃうしよ。豪華客船の旅とか船内の食べ物全部込みのやつあるっしょ。
あれやばいよね。1ヶ月とか乗ってたら20キロぐらい太っちまいそうだ。やばいよやばいよ。でも乗ってみたいね。死ぬまでにやることリストに入ってるよ。わーやったー。ちょっと乗るまでは死なないでよ。でも船怖いけど。船酔いが怖い。7. IOE Machi 14 Shakeyaki Honpo。 恵庭駅の真ん前にあります鮭焼き屋さん。はい、こちらはたい焼きならぬ鮭焼き屋さんでございます。あの、要するに型がね、鮭なの。タイじゃなくて鮭なの。だから味はね、鮭味じゃないんだよ。そりゃそうばい。いくらが入ってるわけじゃないですよ。そんなことはみんなわかってるって。あら、でもピリ辛鮭味もあったよね。え、そうだっけ？なんかあんまり食べたくないね、そりゃ。こら！焼きたてのクリスピー皮がパリパリで美味しいですね。このはみ出したパリパリを取らないで、羽根付きでくれるのがいいわ。でも、これは焼きたてじゃなきゃダメなやつね、きっと。そりゃそうさ、何でも焼きたてじゃなきゃ別物になるっしょ。冷めた方が美味しいのは釧路の三まんまと二日目のすき焼きだけさ。あ、確かに。 8. Kashiwagi Cho 2 Liko Liko。 道内数カ所にあるジェラ屋さん。認知はしてたけど初めてなのよね。実際食べるのは厚田の道の駅とか空港とか丸井さんとかね。あ、百貨店にさんつけた。育ちいいね。え、普通つけないの？つけない。そうなんです。割とジェラは手当たり次第行くんですが、看板のイメージはなんとなくベタ系かと思いましてね。確かに。イタリアのスタンダード系っぽいものね。したっけ？全然ちゃうじゃないですか。メニュー見てめっちゃテンション上がった。メシタビーズ。イエイエイ。しかもなんとこちらは恵庭の名門ゴルフクラブ、恵庭カントリークラブの経営ときたもんだ。珍しい異色の組み合わせでございます。なんか互換性全然なくない？だよね。いや、メニューが楽しい。いろいろ食べたくなる。ね。そばやら金時やらきなこにほうじ茶、新しのつのとうもりこしにクワトロチーズかと。とうもりこし？あれ言ったか。新しのつのとうもろこしにクワトロチーズかと思えば七つ星。七つ星って米じゃん。そう。米、米。予想がつかないものがあるから嬉しくなるよね。リンゴも2種類あったのがテンション上がる。あんたリンゴ好きよね。ビートルズはジョン派だけどジェラートはリンゴ派さ。恵庭にもう一軒あるジェラの方が賑わってたけど、おじさんリコちゃん派だね。エスプレッソも大人味、イリーのノーマルローストっぽい味がたまらん。なんじゃそりゃ。私もリコリコ派。お米のジェラートって斬新じゃない？つぶつぶ食感がこれ米なのか？いった米が入ってるんだって。玄米みたいに香ばしくてうめえなこれ。玄米。 9. Sakai Machi 90 Oshokuji Dokoro Chon Ges。 繁華街の中通りにあります。なんて読むのこのお店。チョンゲツだって。チョンゲツ？チョンゲツ。なんとも美味しいオーラ出してるじゃないのこれ。ああ、うまそうな匂いプンプンだぜ。なんとこちらのチョンゲツさん創業57年。現在2代目のご主人が生まれた年に先代であるお父さんが始められたお店なんだそうな。あら、ドラマチック。ここはポークチャップが人気らしいわよ。カウンターで大将の鍋さばきを見てたらもうよだれがダラダラさ。量がやばくない？チャーハンとかオムライスとか笑けてくるやつ。ああ、大気町の龍月を思い出すぜ。ああ、龍月のオムライス食べたいね。ああ、今飯旅ルートを考えてるところさ。行こう行こう。いや、なんで今まで知らなかったんだろう。めっちゃ損した気分だぜ。っていうのはね、これです。これ Today's Katsu Curry。 カツカレーがめっちゃうまいんです。ねえ、すごい美味しかった。びっくりした。これ先代のレシピなのかな。すごいよね父さん偉大。中華系でも和系でもない欧風っぽいカレーなんだけど、どこのにも似てない。尖った味は何もなく甘めではあるんだけど、コクと旨味で食べるカレー。これ久々のホームランス。しょっぺーのが好きっていう自覚のある人には勧めないけど、
優しい奥行きのあるカレーです。衝撃具合があれね、ネムルのドリアンのデミにいたようなタイプの衝撃ね。あー、わかるそれ。やっぱ洋食系のアレンジ入ってるんだよね。なんだろう、バターなのかデミっぽいっていうか、フレンチのソースっぽい感じの感じで、なんかそんな感じの感じ。辛さは足したいけど、エニワーチルドレンが全員カツカレー食ってたから、あんま辛くできないのよね、きっと。あー、食堂あるあるだね。これ通るたびに食っちまうやつだ。よかったね、レパートリー増えて。カムリュース、泣かないで。あー、美味しいだけじゃなく爆量系なので注意してください。これご飯半分にしてもらってこの量です。チャーハンとかやばいよね、あれやばい。 G カップ左右分ぐらいあんじゃん。私の判決はあるな、これマジで笑っちゃった。それ大盛りじゃないんですか。うん、これ普通って。無理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 。次回のメシュ旅はガチデイマータタバサイ、サポロフシコカイワイです。お楽しみに。 See you soon。 エニワといえばそのエニワカントリー、ね、はい、トーナメントが昔あってね、うん、まあその大きな賞金のかかったトーナメントじゃないけど、うん、サポロオープンっていうのがあって、はい、オープン競技だからアマチュアの出場枠もあって、予選会を通れば出れたんですよね。間違って一回通ったことがありましてね。あらま、なんかやるじゃん。苦い思い出ではあるんです。人生で多分一番緊張した。っていうのはね、うん、いやゴルフはそんなになんか緊張しないんです割と、うん、なんかいつも。ただあのあれですよ、ティーグラウンドが、はい、チャンピオンティーのところに看板がこう囲われててね、おーおーおー、ギャラリーが周りにいてね、はいはい、あの本当プロのあの中継の時っていうか、そうそうそう、あれ。続いてのティーオフはバッポ選手。カツカレークレイジー組合みたいな。アマチュアとかってアナウンスされて、バチバチバチって挨拶して、あ、グイティアの、それからあのシーンと静まり返った中で、うん、ティーショットを打つんだね。球落とさなかった、ティーからパロッつって、もう何やったか覚えてないけど、もうとにかく思いっきり短くドライバー持って、うん、フンって振りゃ、とりあえず一番ホールがたまたまね打ち下ろしの短いホールで、とりあえずなんとなくドライバーパンって打っとけばパーオンできるホールだったんで助かったけど、うん、あれ本気で打たなきゃやばいホールだったらもうちょっとやばかったチーンってなってた。プロでも手震えてたからね、みんな。あのグリーンがすごいスピードなんだよ、やっぱりプロのトーナメントって。北海道にいるプロとかは試合慣れしてないんだろうね。50センチのパーパットでも外したら2メーターいっちゃうみたいな。え、もう何、カチンコチンってこと？そうそうそう、なんかこう本当これ芝なのかなって、コンクリートみたいな、コンコンって落としがしそうな。そんなの打ってみたい。でね、まあ普通にあれですよ、まあ、予選を通るわけもなく、あら残念。まあ、13、4番ぐらいまで3オーバーぐらいで頑張ってたんだけど、うん、あの左ドッグレッグのホールのあれ13番だったね。あ、左ドッグか、はい、見事なチーピン打っちゃってね。おじさん、おじさん、ブッシュみたいなとこから、おじさん大好き、左ドッグレッグ、トリプルボギーかなんかでチーンだったけどね。そしてね、ホールアウトして嬉しかったのが、うん、レストランでね終わって飯食ってたら、隣の隣のテーブルにね、うん、かすみちゃんですよ。かすみちゃん、ああの全力お袋様の、そう、あの尾崎立夫プロと坂口涼子、食事してたの。めっちゃチラ見しながらカツカレー食ってたんだけど。またカツカレー食ってんのかい。めっちゃ匂い嗅ぎてえと思ったけど、ちょっと立尾さん怖くてそばに寄れなかった。ぶん殴られる。今はもうゴルフもメロメロですわ。シャンクが止まりません。どうかな、最近やってないから止まったんじゃない。止まってるといいね。うん、なくなってると思うよ。もうショーシャンクの空にですね。